ロチョ,ウチョウは西洋音楽におけるチョウの一つで、ロートを主音とするチョ,ウチョウである。調号はシャープ5箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名同音的に変えられることがある。曲の主張が、露長調という曲は少なく、露短調の曲でその同主蝶調として、また補助長調の曲でその属調として現れることが多い。バイオリンでは音階に開放弦の音が一つしか含まれず、主要三和音では、バイオンの響きが極めて乏しい。さらに19世紀初期までの木管楽器では、 クロスフィンガリングを多用したので響きの悪い調べであった。シャルパンティエは耳障りと述べている。マッテゾンは敵対的で硬質な不快な感じで、しかも何かしら絶望的な性質を持っていると述べている。また、この蝶を主張とする曲は大変珍しいと述べている。例外的にジェミニアーニの抹消競争曲や門の 弦楽のみの公共曲などにこの蝶を主張として書いたものがある。他方、ピアノに代表される鍵盤楽器では五指の長さを考えると、運指や演奏しやすい。短い親指小指は、白色の鍵、長い他の三指は、黒色の鍵を打鍵演奏するのが無理な力を必要とせず、合理的である。ショパンが好んだ調べで、生徒に音階を教えるときには、 ロ町長から始めたと言われている。このようなところからロマン派的な調とされる。とはいえども、調子記号の使用箇所が5箇所と多いので独不は極めて難しい調べの一つでもある。ありがとうございます。